皆さんこんにちは、モーターサイクルジャーナリストの大谷雄一です。今日これから試乗するのはヤマハの YZF-R7 になります。 YZF という名前が付いている通り、 YZF シリーズ R1 ですとか R6、それを踏襲したかなりスポーティーなスタイリングになっておりますが、実はこれ中身ネイキッドモデル MT-07、はい、これが別になっております。 MT-07 は私も大好きなモデルなんですけれども、実は MT-07 をベースに例えば倒立方向を入れたりですとか、あとスチールフレームのスイングアームのピボット周り、このあたりを強化してサーキット走行も対応できるようなかなりスポーティーな作り込みをされてきました。そんなモデルですね、いよいよ使用することになりました。それではまずライディングポジションをチェックしたいと思います。おお、はい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 、トップブリッジの下にセパレートハンドルがついています。想像はしていたんですけども、だいぶ前傾姿勢深くなりますね。スーパースポーツらしい前傾姿勢ライディングポジションになっていますね。垂れ角もしっかりついています。絞りもついてますよね。 R25 や R3 同様にセパレートハンドルなんですけれども、それからちょっとだいぶスーパースポーツらしいステップも含めてライディングポジションになっていますね。それではエンジン音をチェックしたいと思います。関しては270度位相クランクを採用した MT-07 そのままなんですけれども、少し吹き上げがいいような印象を持ちました。この R7 どんな走りをするのか、それではまず試乗に行きたいと思います。はい、ヤマハの YZF-R7 しっかり試乗してきました。正直驚いたというのが率直な感想です。 MT-07、私大好きなモデルなんですけれども、それの扱いやすさ、街中でも乗りやすいですし、峠道行ってもすごい楽しいメルモデルなんですけれども、そのイメージでこの R7 を乗るとですね、ちょっと驚きます。ハンドリングはもう完全にスーパースポーツのそれなんですよね。しっかりそのフロントカーブをかけられるポジションになっていますし、ディメンションもそうなっています。倒し込むとですね、しっかりそのフロントから旋回する、こういうハンドリングを例えばその倒立フォークですとかフレームの剛性ちょっと上げたりですとか、それだけの変更で作り込んできた、これにまず驚きました。おそらくですね、今日走ってないんですけれども、サーキットに持ち込んだら非常に楽しめると思います。エンジンです。試乗前にですね、ちょっとなんか力強く感じるなとちょっとコメントしたんですけれども、エンジン自体はそれほど手を入れていません。で、実はですね、ハイスロットルプーリー、小回路で全開になるようなプーリーが入っています。で、それによってライダー意識しなくても実は大きく開いている、結果的にパワーが出る領域を使わせている、なかなかうまい演出をしてきてるなと思いました。あとですね、ブレーキです。実はですね、ブレンボのラジアルマスター、世界的に初なんですよね、この採用されたのが。特に意識しなかったんですけれども、例えばちょっと攻めようかなと思った時の握り込んでいった先でのコントロール性、かなりいいです。ですので、スーパースポーツこれから乗ろうという方、ぜひそのブレーキのコントロール性も注目してほしいと思っています。この R7 車両価格驚きました。99万9900円、100万円ギリギリ切ってるんですけれども、この価格でこのスーパースポーツの世界が楽しめる、特にですね、その YZF-R3 ですとか R25 からのステップアップの方、いきなり R6 に行くのはちょっと大変なんですけれども、そこをしっかり埋めてくれる、なかなかいいモデルだと思いました。以上、ヤマハ YZF-R7 試乗インプレッションでした。ご視聴ありがとうございました。